ダメですよね。はい、ああ、スワレス。吉田が置いていかれるか、スワレス。横のホルダー、ウルグアイ先制。やはり一瞬の隙を逃しません。まあ、本当に精度が高いというか、強いと言いますかね。まあ、スワレスが前を向いて、やはりあそこで、まあ、一瞬にしてディフェンスラインの日本は背後を取られてしまう形になりましたが。そうですね。ただまあ角度がないところで結果的にはフォルランへのパスを選んでるんですけど、やっぱりここもフォルランに集中してなんとか絞り切るっていうね、はい、最後フォルランには今度が行ったでしょうか。今の小倉さん、最終的にフォルランへの対策っていうのは吉田麻也に任せてしまって外が絞り切るのを遅れたのか、はい、どんな感じなんですかね。そうですね、ちょっとゴテゴテ回った感じで、ちょっと時間はあったよね、絞るための時間は。はい、まあそこのプレーでもあるんですけど、どうですか、金田さん。いいとこ来た、決められた、右のサイドネットでした。一番やってはいけない時間帯なんですけどね、ホルランに決められました。完全にやっぱり逆を取られましたか。壁としてはどうだったのか。もう初めからこのサイドに川島は立っていたんですが、一瞬体重が逆に行きました。そうですね、ちょっとこう見えなかったっていうのもあるのかもしれませんけれどもね、はい、本当にキックの精度、この10番のホルランは高いですよ。これでウルグアイのまんまスワレスに行ってしまったのか、はい、吉田麻也のところに入ってきて、ここですよ ね、 そうですね。これがね、でも、もしかしたらパスを狙ったのか、はい、ちょっと分かりませんけど、ここは本当にセーフティーにやらなければいけないところ で、 で、ね、コンフェででもこれあるんですよね、はい、こういう形での失点は。まあ、ここで吉田がこの左足のキックにどういう意図があったのか。そうですね、スアレスの目の前にボールは行ってしまいました。こういうところを見逃してくれるわけもなく、そうですね、本当にもうフリーなまんまスアレスのところにこぼれましたんでね。まあ、最後本田からもらう時の溜める動きですけどね、膨らんで、はい、今小倉さんすごいいい動きでしたよね。結果これ中に入れたのサイドとの起点になったの、エンドですよね、はい、やはりボランチが絡んでくるとやはり中の人数というのも増えて、ウルグアイでも少なくなるということですね。プラス、ここのパスがダイレクトなんですよね。ワンタッチだったしね、そのワンタッチを見越しながら岡崎はうまくやっぱりこう引き出して最高のところでもらいましたよね。そうですね、これだけの厚みあるとやはりウルグアイでも難しいということですよね。こうやってかけてね、チャレンジしてもらいたいですね。まあ、最後決めたのは香川ですが、その横で岡崎があそこでうまく飛び出したところに相手のディフェンダーが行ったところ。ここですが、まあ、ここからですけど、もう一回シュアレスがこの動きでね、はい、前に出て折り返したところです。もうキーパーは完全に釣り出されていました。動き直しをすることによって本来マーク疲れている選手がそのマークがずれてくることによってフリーになった、そういう結果の中での1点ですけど、まあ本当にゴール持っていく力、確率っていうのは高いですよね。まあ小倉さん、今の失点はどういう失点だったんでしょうか。行くか、さあ2点差です。やはり前半からまずまずのキックの感触に見えましたが、ここで決めてみせました。最高のフリーキックが決まりました。もう狙い通り、小倉さんも本人も完璧ですかね、これは。そうですね、まあこの前はね強いブレ球でしたけど、カーブをかけて、はい、しっかりと振り抜きましたね。前半はブレ球でしたが、ここはしっかり巻いてきました。まああれだけキーパーから見て右サイドを狙われたのを見せつけられたら、やっぱり